皆さんこんにちは。いつもチャンネル視聴ありがとうございます。今回は先日新しく発表されたファーウェイバンド6の上位機種にあたるファーウェイバンド6 Pro を入手したので、こちらのレビューを行っていきたいと思います。こちらのモデルなんですが、アリエクスプレスより購入しました。で、梱包はこんな感じでしたね。で、購入してから実際イギリスへ商品が到着するまでは約9日、間といったところです。で、このファーウェイバンド6 Pro では新たな新機能として体温測定機能が加わっていてですね、個人的にはこちらがとても楽しみな機能となっています。それでは早速開封をしていきます。で、今回購入したのは中国版モデルだったということもあって、パッケージデザインやマニュアル、こういったものはすべて中国語になっていました。で、色に関してなんですが、今回は2種類で、マジックナイトブラック、そしてミカグレーですね。で、今回購入したのは、ミカグレーというものになります。で、こちらは本体がゴールド色で、そしてベルト部分がベージュといったような組み合わせになっていて、まあ、非常に女性向けなデザインなのかなというところです。で、ファーウェイバンド6と同様、非常にプロダクトとしての完成度が高く、品質的にも良いというのが伝わってきますね。で、こちら付属アクセサリーに関してですが、マグネット式の充電ケーブルものを一度付属しており、こちらは現行モデルであるファーウェイバンド6と、同じものになってますね。それでは早速電源を入れてみます。で、最初に対応言語がいろいろと表示されていて、で、この中から日本語を選択します。で、前のモデルと比較すると、もしかすると気のせいかもしれないんですけど、ここで表示されている言語のリスト、種類が結構多いなっていうのが印象ですね。そしてスマホに入れてあるファーウェイヘルスアプリですね、こちらとペアリングをして利用が初めて可能となります。まあ、このあたりはサクッとセットアップが完了する感じですね。で、実際に簡単に操作をしてメインメニューなどをスクロールしていきます。まあ、相変わらずパフォーマンスに関してはストレスなく使えるといったところですね。で、先ほどの初期設定で言語を日本語にしていたのですが、基本的にこのファーウェイバンドはスマホ側の言語設定を参照するので、一旦スマホ側の言語を英語から日本語に設定し直しました。で、こうすることでバンド側でも日本語表示で操作ができるようになります。で、基本的な操作機能ですけれども、心拍数測定や血中酸素 SPO2 測定、こちらが可能で、特徴としては24時間体制でモニタリングしてくれるというのが、個人的には嬉しいところかなと思います。
そして、期待をしているこの体温測定機能ですね。でこちらの方はどうも最低10分程度装着している必要があるということなので、後ほど計測をしてみたいと思います。またこの中にはカードというメニューも確認できて、これはどうもファーウェイヘルスアプリ上で設定することができるようです。であいにく iPhone 上でのアプリには特にそういった項目が見つからないので、中国向け限定の機能なのかもしれませんね。であとはまあこちらのアリペイも同じくといったところでしょうか。あと明るさの設定ですが、前回のファームウェアバージョンアップによって新たに対応した夜間に明るさを低減する機能、これもしっかりと含まれています。でバイブレーション、振動の強さですけれども、2つのタイプから選択可能です。あと新しい項目として AI ボイスという機能、これはどうも起動ボタンを長押しすることで音声アシスタントを呼び出せる機能です。でこれを利用するためにはファーウェイのスマホを利用していることが前提となっているので、次回新たにスマホの方を調達してこちらの機能を試してみたいと思ってます。さらに今回新しく項目としてピン番号の設定ができるようになっていて、例えばバンドを外した状態でロックがかかって、本体を操作する際にピン番号の入力が求められるという、新しい設定ができるようになっていますね。で、これは今回のモデルから NFC が搭載されているということもあって、多分まあ決済が勝手に行われないようにという防止の意味合いもありそうですね。でこうして実際にバンドを外した状態では画面の上部こちらにロックアイコンが表示をされていて、で起動ボタンを押すと、ピン番号の入力が求められるようになってます。でまた気になる日本での利用というところでの技的に関してですが、まあ、あいにく中国以外の認可マークは確認できませんでした。でここは今後発売されるであろうグローバル版にての対応に期待したいところです。さてこちらからは、体温測定の新しい機能ですね。でバンドを装着してから少し経ったので、早速この機能を試してみたいと思います。測定自体は非常に早く、数値としては皮膚温度が32度、そしてそこから推測される体温が 36.7度という結果になりました。で、比較してこちらの非接触型の体温計で自分の体温を測定してみたところ、まあ驚いたことに結果がバッチリ一緒になったんですね。でこの正確さにはちょっとびっくりしました。当然個人差や環境にも依存する部分ではあるのですが、こうして気軽に体温測定ができるというのは非常に便利な機能かと思います。また心拍数や血中酸素に関してですが、先日購入したこちらのデバイスとも比較を行ってみたいと思います。非常にシンプルなもので、心拍数に加えて血中酸素も一緒に測定できるようになっているこのデバイスですが、この手のものはなかなかおもちゃ的なものが多い中、こちらのモデルはイギリスの国民健康保険ともいえる NHS から認可されたものなので信憑性は高そうですね。それではファーウェイバンド6 Pro で SPO2 モニタリングを行いつつ、こちらのデバイスでも同様に計測をしてみます。まずはデバイスですが、こちらでは血中酸素が 98% に対してバンドの方は 100% となっています。結果は異なりますが、この程度であれば問題はなさそうです。そして次は心拍数ですが、心拍数に関してはバンドの方は76に対してデバイスの方は72という差が出ています。
で、ここからはバンドの外し方なんですけれども、ファーウェイバンド6と全く同じで、裏側にある小さなプラスチックですね、こちらのパーツを取ってあげることで簡単に取り外すことができるようになってます。そして外した後のこの交換ベルトの部分ですね、こちらに関しては同じくファーウェイバンド6と同じ形状になっているので、まあ、以前に紹介したシリコンタイプの交換ベルトなどがあるんですけれども、それがそのまま使えるようになってます。ファーウェイバンド6を使われている方で交換バンドもいろいろと購入されている方、こういった方にはとても嬉しい情報かなと思います。で、なおファーウェイバンド6との比較なんですが、側面のデザインが若干異なるようで、こちらの操作ボタンの他に小さな丸いものが確認できるほか、下の方には小さなホールがあってですね、どうもこれは、マイクの穴のようです。で、ここのマイクは先ほど紹介した音声アシスタント AI ボイスですね、これで多分使われるのかなと思います。で、通知機能に対応する各アプリに関しては、ファーウェイバンド6と同じ内容になっています。で、ファームウェアのバージョンですけれども、こちらは 11.1.1.104 というものになっています。で、今回セットアップをしたファーウェイヘルスアプリの方ですね。こちらの方は、ヘルスケアの項目の中に、新たに、皮膚音の連続測定設定というのが追加されていて、心拍数や血中酸素と同様24時間体制のモニタリングに対応してくれているようです。で、またアプリのダッシュボードの中には皮膚温度というウィジェットが新たに追加可能となっており、こちらで過去に測定した数値を確認できるようになっています。なお、この数値は皮膚温度で体温とは異なるデータのようなので少し注意が必要です。ファーウェイバンド6 Pro いかがだったでしょうか。今回新たに追加された皮膚温から予測する体温計測機能ですね、こちらは非常に素早く測定してくれることに加えて、通常の体温計との誤差もそれほどなかったのかなと、個人的には思っていて、今後非常に活躍してくれそうな機能かなと思います。あいにく中国版モデルでは日本の技的がないのが残念なんですけれども、今後グローバル版がリリースされることに期待したいと思います。またこちらのモデルで気になる機能やポイントなどありましたら、お気軽にコメント欄でお寄せください。このチャンネルでは海外で人気なガジェット、スマートフォン、サービスやアプリなどに加え、イギリスで乗っている車の紹介や現地での運転の様子などをいろいろと取り上げています。ぜひチャンネル登録をしていいねをお願いします。